皆さんこんにちは、朝比奈彩です。以前ザラの購入品紹介をやったんですけれども、そのお洋服を使ってコーディネート5体作ってきたので、私の私物と合わせてザラの購入品を皆様に紹介していきたいなと思います。前の動画の時にこのお洋服着て欲しかったみたいなコメントたくさんいただいたんですけど、実はちょっとねルックブックを皆様にお届けできればいいなと思っていたので、こちらの動画を参考にしていただければ嬉しいなと思います。まず1着目、この辺と、この辺を、じゃあ着替えてきます。まず1着目できました。オールブラックにしました。こんな感じです。はい、これは一番最初にね、ザラの購入品でも紹介したこの黒のトップス、どっかに引っかかっちゃいそうなんだよねって言ってたのを覚えてると思うんですけど、ハンガーにねもう引っ掛けちゃうんですよね、私。だから洋服着ていく以前にハンガーでちょっと引っ掛かっちゃったりとかするから、今のところ全然無事なんですけど、ちょっと大切に着ていきたいなと思います。あと私がよくこう使ってる黒のね、こういうストレートラインが入ってる黒のパンツで、ちょっとまあゴールドを入れてみたりとか、この辺のベージュだったりとかを色を合わせてちょっと作ってみました。ちょっとアクセサリーはねもうそのまんまで来ちゃったので、ちょっとシルバーのものをつけてますが、ゴールドでも可愛いのかなと思います。それでは2着目着替えていきたいなと思います。今度はねこの辺をね買っていきたいなと思います。では着替えてきます。さあ、ということで続いて2着目こんな感じです。ちょっと普段私からは想像つかないような、明るいねビビッドなピンクのパンツを合わせてみました。あとスニーカーもちょっとピンクが入っててね、ここから色を拾ってピンクのパンツを合わせました。ザラの購入品でも紹介した、白のニットですね。で、あと私が一度も使っていないザローのバッグを合わせました。こんな感じです。結構ねスポーティーな感じでコーディネートしたので、もうこれだったら全然走ったりとか、サッカーしてみたりとか、野球してみたりとかね、こう、運動全然できるので、アクティブに動きたいなっていう時は、こういう風な格好をして出かけていきたいなと思います。はい、白のタートルネック、ハイネックに、ザローのバッグ、あとは、こういうピンクのね、パンツとか、スニーカーを合わせてみました。こんな感じです。それでは続いて着替えていきたいなと思います。じゃあ続いてはカジュアルな感じにしていきたいなと思います。それでは着替えてきます。さあ続いてはこんな感じです。またビビッドな感じなんですけど、でも多分今季ビビッドなカラーとかが多い、店頭に並んでいるものとかが多いと思うので、まあちょっとビビッドなアイテムを合わせながら今回は紹介していきたいなと思います。ザラのニットグリーンですね。一番最初にもその購入品の時に紹介させてもらったグリーン、あとデニム、ちょっとローファーを合わせてみました。グッズのカバンですね、これもグリーンを拾ってコーディネートをしてみました。まあカジュアルな感じですね、いつもよりは。一番最初の黒の、セットアップ、まあセットアップではないんですけど、黒で合わせてるっていうよりは結構カジュアルな感じかなと思います。はい、なんかもうビビッとって感じじゃないこんな感じ。はい、じゃあ続いて着替えていきたいなと思います。続いてはちょっと
こんなっぽい格好をねしようかなと思います。この辺ですかね。はい、じゃあ着替えてきます。続いてはこんな感じです。今までの3着とかに比べたら一番女っぽい格好かなと思います。こういう感じです。結構ね、女性らしい感じのコーディネートになってるんじゃないかなと思います。なんかやっぱりこういうカラーを着ると私は同系色で合わせたくなるんですけど、同系色にして小物を黒にして締めるとか、足元だけ青を持ってくるとか、そういう遊びもすごく好きなので、ちょっとこういう感じで今回はコーディネートをしてみました。こんな感じです。これもトップスがザラで、スカートがエズミかな、で、サンダルがザローで、カバンがフィリップリムを使ってコーディネートをしてみました。はい、ということで5着目着替えていきたいなと思います。購入品をね、見てくださってる方はわかるかなと思うんですけど、このトップス私どうしようかなと思ってたんですけど、ちょっとねシンプルめにコーディネート合わせてみたので見ていただければと思います。さあ、それでは着替えていきたいと思います。はい、ということで最後のコーディネートがこんな感じです。はい、一番最初これを購入した時に結構私の中で挑戦なんだよねみたいなお話をしてたんですけど、中にシャツだったりとかそういうもの入れようかなと思ったんですけど、意外と入れずにお腹がちょっと見えてるぐらいの方がこうちょっとハイウエスト感があってスタイルもよく見えるかなと思って、すごくシンプルなコーディネートにしてみました。こんな感じです。結構シンプルな感じかなと思うんですけど、ただソップスがすごくカジュアルなので、これにこうデニムを合わせてきちゃうと子供っぽくなりすぎちゃうかなと思って、私はストレートラインのベージュのパンツと、まあ、ちょっと小物を黒にしてみたりとかして、ちょっときれいめな感じでコーディネートをしてみました。はい、こんな感じ。ちょっとお腹が見えてるんですよねとか、こんな感じでございます。はい、ということで今回は、以前ザラで購入したものを自分の私物と合わせてルックブックみたいな形を取らせていただいたんですけれども、皆様いかがだったでしょうか。ちょっとね、女っぽいものだけとかっていう縛りを含めて今度はやっていきたいなと思いますので、皆さんぜひまた見ていただければと思います。今回はね、ザラだったんですけれども、まあ、ユニクロだったりとか GU とか、これからもいろいろと、やっていきたいなと思っておりますので、皆さんぜひ次の動画も見てください。さあ、それではこの動画がいいなと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、それでは次の動画でお会いしましょう。朝日奈彩でした。じゃあねー。